ああ、いけたいけた。なんかね、プレステ4が、初期設定に戻ってたのかな。なんか映像の出力が、なんか初期に戻ってて、で、なんか映らなくなってた。ねえ、なんか微妙だね。さあ、挨拶していきたいんだけど、コメビエが、4個目さんからしか入ってなーい。聞こえますか？聞こえますかね？もしもし。もしもーし。もしもし。もしもし。聞こえたくないなら、ミュートしてくださーい。じゃあちょっと、挨拶していきまーす。ごめんね、1個目から、なんか10個目ぐらいまで入ってないんだよね。4個目さん、22個目さん、31個目さん、25個目さん、白縫いさん、わかんない誰がいるのか。いや、みんないらっしゃい、どうも。どうもみんないらっしゃい。ちょっとお水取ってくるね。ちょっと待ってて。はい、どうも。41個目さんいらっしゃい。で、やっていくよ。途中、どこまで行ったか全然覚えてないんだよね。45個目さん、46個目さんいらっしゃい。なんか、プレイステ4の使い方が、わかんないね、まだ。なんか、ねえ。ちょっとわかんないわ。49個目さんどうも、皆さん。とりあえず、探索しよっかっていうことでぐるぐる回ってたんだよね。多分だけど。すごい痛い。え？50個目さえやんさ。
寝るぐらいだからね、覚えてないんだよね。寝ながらやってるんだもんねって。寝ながらやってるからね。よくないね。よいしょ。刺激だ。いや、なんもないね。ていうか、すごい血出るんだね。いいね。あ、乾いていくんだ、血。え、すごくない？あ、そうですか。すごいね、乾いていくよ、血が。すげえ。すげえ、最初生々しかった血が乾いてきて、少しなんか硬そうな感じになっていく。すげえ。すげえ。うわ、ごめん、マイクがね、断線してるっぽくて、ブツッブツッってよく言うんだよね。どうしようもないね。買わないと。いや、でも欲しいのね。欲しい家電製品いっぱいあるから。マイクは後回しかな。あのね、リビングに、あれがないんですよ、うち。クーラーがないんですよ、リビングだけ。いや、だからリビングに欲しいよね。いや、だからあんまりお金ね、プレス4買っちゃったし、あんまりちょっとね、いや、寝室につけましたね。献血ルームに行くと換気なんで？寝室とこのゲーム部屋に1台ずつあって、いや、マイク5000円ぐらいでしょ。私ね、あと欲しい家電が扇風機ももう1台欲しいんだよね。今家に2台あるんだけど、もう1台扇風機も欲しくて。マイクっていうかヘッドセットはいいなぁ。あ、こいつ。ヘッドセットがいいなぁ。ルンバ持ってないよ。あと欲しいのがね。ね。結構あるんだなぁ。なんだったかなぁ。
んばんは、どうも。まずわかるぜ。いやー、もう別に今更いらないような気がするんだよね。別になんか。いや、それなんかたまになんか、寂しいなって思うこともあるけど、別にいなくてもやっていけるから、いらないんじゃないかなと思っているよ。まあいい。アイヌオサイらしさ。ここら辺は探索終わってる系かな？出るな。みんなにいたっけ、ここ。あ、いたような気がする。ここあれだよね。ダダ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 って電車来たとこで。強靭みたいなパラメータない。強靭ないね。使わなすぎると初期に戻るの知らない。わかんない。なんか産婦人科の先生に聞いてみたら？よいしょ。OK。そしたら、ここら辺、ああ、ここなんか戻っ、なんか、トゥーって言って、トゥーって戻ってくる、なんか NPC がいたんだよね。間違った。さんいらっしゃい。何はてなって。あ、すごい、死体が吊るされてる。ちょっとね、眠いかもね。
ね。90個目さえ最後だ。今起きたんじゃないんか。いやー、ちゃんとは寝てないね。寝かしつけてなんかちょっとうとっとして変な体勢で寝てたぐらいだね。ガツンと寝てないからちょっとだけしんどいね。じゃあ寝ろよっていう話だけどね。いや、明日はちゃん、明日ってか今日ちゃんと寝るから大丈夫だよ。ストレスぶっころちゃう？ストレスぶっころちゃう？寝ないとも、なんかね、でもなんか、あれですね、やっぱりなんか、悲しいことだけど、やっぱりすごい若い時とは少し違うなぁと思った。え、なんか、ねえ。鏡を見て思うよ。少しやっぱり、ちょっとね、ちょっと老けたといえば老けたんかなぁと思うよ。いや、いくらね、気をつけてても、なんかシワが増えないようにとかね。なんていうのかな。まあ、若いままでいれるように気をつけてるつもりだけど、やっぱりそのなんか10代とかの時と比べると、老けたなぁとは思うよ。あれ、さっきのショートカットどこ？どうやって戻るの？さっきのショートカット。10代が20年前？え、どういうこと？そんな前じゃないだろ。声は若い。やったー。喜んでいいのか。なんで声若いの？ババアババアってみんな言うじゃん。どっちなの？ねえ。若いザリガニ。むしろ若いのか？それとも、ババアなのか？どっちなんだよ。若い方、やったー。じゃあいいじゃん。いや、でも、それなりに見た目も気を使っていたよ。いたよっていうか、いるよ。だってね、それなりに気使ってるんだよ。そりゃなんかいい、ねえ。なんていうの？言うと、いつまでもそれ可愛くいたいじゃないですか。そりゃ。両目に薄いキュウリ。ああ。やったことあるよ。いや別にずっとやってるわけじゃないけど。写真で残してるよ。やったことあるある。あるよ。真面目に。写メ残ってるよ。
死ぬじゃん。こいつら何なの？で、この白い弾薬って何？この白い弾薬って何なのこれ？毒を治療する、あ、へぇー。あ、そう。行く場所なんかどっかない？毒消しか。ここがさっきの場所で、普通に降りてったら降りてったね、行けるんか。なんか気づかれたんだけど、なんで？これまっすぐ行くとあそこに降りるんだよね。匂うからだなよ。臭くねえよ。匂わねえよ。ピーピー言ってるね。そう、ここいっぱい来るんだよね。結局死なずに倒したけどね、初めて来た時も。もういっぱい来た、いっぱい来た。また当たるんだ。どうしようね。なんかね、今だと割とね、お仕事とかね、もう言ったら、プライベートも調整できそうなんだけど、なんかあんまりそそられるものがないんだよな。やるんだったら、どうしようかな。なんかの縛りを入れて、出よっかな、とも思うんだけど。あとは、アクトリさんが出てるから、出よっかな、って。でどうしようかな、まあ、あとはお世話になってるクロノさんの頼みなんで、あれかな。私知ってる人が、あとあんまりいないんだもんな。アクトリさんと仲良しだよ。どうする、どうする。あ、ナチさん出るんだ。へえ。あ、そうなんだ。どうしようかね。どうしようかな。出てほしい？ねえねえ、出てほしい？ 181 個目さん、8個目さん、いらっしゃい、どうも。もしハリウッド？ハリウッド目指してる。何の話？
そんなにザリガニかな。最近よくわかんなくなってきたな。ザリガニって言われたザリガニなのかな。疲れてるね。かわいいザリガニって言われてもなんか嬉しさが全くないんだけど、全くなんかないよ、嬉しさが。どう喜んだらいいの？君はザリガニみたいな声だね。ザリガニのようにかわいいよって言われて、心ときめかないんだが。ねえ、それはおかしいのかい？私がおかしいのかい？ときめかないのは。私おかしいのかい？ときめかないだろう、ザリガニ。君はザリガニのように美しいとか言われたって。はぁーなんてならないよ。ピザサイラさ。キュンなんてしないでしょうが。美しいとは言っていない。じゃあなんだよ。勝手に笑った。同じだろうが。アイリエスさんどうも。ほら、RTA 勢の人が来たよ。ザリシンを感じてください。私別にザリ